今日は久しぶりにね、自転車の記事を解説をします。記事のタイトルが、自民党永岡桂子前文部科学大臣が顧問、茨城県下自治体が恐れる部落解放を愛する会です。下にね、アドレス貼っときますので、ぜひね、リンクたどって読んでいただきたいと思います。で、ちょっとね、本題に入る前にね、エセ童話の話をしたいんだけども、実はね、公益財団法人人権教育啓発センターっていうのはね、エセ童話対策セミナーっていうのを毎年やって、なんとね、今年は茨城でやるそうなんですよ。水戸で、9月29日ということで、まあぜひね、茨城県の方行ってみたらいいんじゃないですかね。エセ童話対策のセミナー、私も行こうかな。愛する会の方々もね、行った方がいいんじゃないですかね。金子さんとか、ぜひ行って学習したらいいと思うんだけども、ただ、じゃあ、そういうセミナーっていうのはどこまで役に立つかですね。僕もね、10年ぐらい前に、横浜でやってたエセ童話対策のセミナーに参加したんだけども、まあ、大体ね、毎回毎回言うことは同じらしいんですよ。エセ童話っていうのは、まあ、そのね、黒いスーツ着て、いかにも反社風のいでたちでやってきて、でね、人権活動、童話活動に協力してくださいだとか、まあ、あるいはなんか企業のね、不祥事なんかの揚げ足取って、で、本買わせたりだとか、寄付金を出してくださいとかね、下請けに入れさせてくださいとか言ってね、まあ何かと金銭的な要求をするわけです。で、それに対して、じゃあどう対応するかって言ったら、自治体に相談しましょうとか、法務局に相談しましょうとか、あるいは弁護士に相談しましょうとかね、まあそういう話なんです。あとは、まあ社長を出さないように毅然と対処しましょうとかね。で、愛する会について、まあ、このチャンネルでもね、説明したし、前の自転車の記事でもやってるんだけども、その先ほど言った人権教育啓発推進センターを愛する会が糾弾したんですよ。パンフレット、しょうもないことでね、言いがかりをつけて、それで、まあ、屈服させて謝罪させたわけですよ、センターに対して、愛する会が。で、そのことについて、まあ、記事を出したら、後でね、いろいろ反響があったんです。いろいろね、なんかね、地元の方がいろいろ送ってきたりしたんで、ちょっとね、僕の知らないこともいろいろ新事実が分かってきたんだけども、まあ、僕はね、この愛する会の人が、その、まあ、作業服とか、まあ、スーツ着でオラオラ系の眼鏡してやってきたってことを書いたら、機関誌にですね、いや、なんかその、相川翔モデルのメガネは、ヤクザなのかみたいな、なんかそういうことを書かれて、なんか僕をね、訴えるってことまでね、ほのめかされたんだけど、まあ今のところ訴えられてはないんだけども、ただね、反社風のいでたちで、3人組でね、愛する会の人たちが、人権教育啓発推進センターに来たっていうのは本当です。センターの人、対応したいのは少数らしいんだけども、もうセンターの職員の間では、もう知れ渡ってるか、まあ、あの界隈では噂になってて、まあ、とにかくセンターに来て、もういかにも、もう思いっきりエセ童話のいでたちで愛する会の人たちが来てたって、絵に描いたような、そういういでたちで来てたっていうのは、もう知れ渡ってるんですよ。だから、もう隠しようもない話なんですよね。じゃあ、なんでそこにね、エセ童話対策セミナーをね、主催したようなね、そういう団体が屈してしまったのかっていうことなんですよ。で、まあ、自治体に相談なの、法務局に相談なの、弁護士に相談なのって言うんだけども、まあ、今回ね、ちょっと資料を公開してるんだけども、愛する会の顧問、衆議院議員永岡桂子、この前ね、内閣改造あったけども、その時まで、ついこの間までね、文部科学大臣をやってた人ですよ、永岡桂子さん。で、県議会議員で、飯塚明夫、高橋克典、金子照久、石塚隼人って名前挙がってるけども、これみんな自民党のね、県議会議員ですよ、茨城の。で、東義昭、これは弁護士ですね。で、同志会会長高橋英明、まあ、この方についても後で聞いたんだけども、なんか、つくば市の高須賀っていうところに、その、まあ、この同志会団体があって、で、なんかあれですよ、なんか高校の頃にね、このカーボーやろうってボコスカされて、それで、ヤクザの親分のところに駆け込んだっていうのが、なんか持ちネタだそうなんですよ。あの件の経緯を見ると、まあ、まず愛する会がね、センターから、まず最初は突っぱねられたんですよね。そういう要求には応じないと。それで、そしたら、なんか自治体から、なんか、
まあ、茨城県だとか、まあ、いろんな茨城県下の自治体からなんかセンターに電話かかってきて、なんか圧力かけられて、でさらには法務局に対しても、ね、水戸の法務局に対しても、あの愛する会が街宣車回して糾弾して、それで最終的には屈服させられてるんですよ。でさらには愛する会にも顧問の弁護士がついてるんですよ、この東芳さん。でもあの調べてみるとね、2017年になんか預かり金を猫ばばして除名食らってるんですよ、弁護士会から。あでもまあ今多分別の人になってるんだろうけども、とにかくその弁護士がついてるわけです、愛する会に。ということはだって自治体に相談してもダメでしょ、法務局もダメでしょ、弁護士もダメでしょ、どうするんです。で、あの、しかもね、あの、金銭の要求されてないんですよね。じゃあ何の目的なんだろうっていうところなんですよね。まあ、それはやっぱり、あの、まあ、いろんな人の意見を聞くと、やっぱりこれは、あの、俺に逆らうとこうなるぞっていうことを愛する会が示したかったんじゃないかと。ということで、その、金銭目的っていうあたりも、もう完全にその、エセ童話のね、枠から外れてるんですよ。ただ来た時のいでたちは完全にエセ童話なんですよね。で、じゃあこんなのどうすりゃいいんだっていう話なんですよ。一体どうしたらこんなね、こんなのに対抗できるんだって言ったら、あの、エセ童話対策セミナーでね、あの、聞いても答えてくれないんじゃないかな。なんか、もう質疑応答とかね、まあ僕の頃はあったけど、もう今質疑応答とかね、どうもやらないらしいんですよ、そういうセミナーで。まあ多分こういうことを聞かれたら答えに寄付するからじゃないですかね、講師の方が。実はお金関係も調べてみたんです。じゃあね、この愛する会がじゃあどっからお金を得てるんだっていう話なんです。こうやってね、自分の存在感を示すと、どこからお金をもらえるんだっていうと、まあ一つは、あの、一つはっていうか、まあ、あの自治体なんですよね。公金なんですよ、公金。で、例えばこれ一例を出すと、つくば市に関しては、年額215万円愛する会に出てる。で、これにプラスしてですよ、あの、景局っていう愛する会の機関紙一部200円。あれを何十部って自治体が買うんですよ。一つの自治体あたりで。まあ、自治体によってはなんか100部ぐらい買ってるとかあるみたいなんだけども。で、さらにはですね、まあ、その研修ですね。でね、その研修っていうのが、実は7月に自治体向けがあったんですよ。第41回童話教育研修会。で、こういう研修があるたびに研修費っていうことで、自治体の職員なんかね、あの、お金払うんですよ。あの、愛する会に。まあ、これも原資はもちろん税金ですよ。で、それが、あの、まあ、そういう機関誌だとか、そういうのも何十万円ってあるわけだから、だから、まあ、つくば市だったらね、215万円のその団体補助金に加えて、プラスアルファで何十万円でそういうの払ってるわけです。で、先月の7月27日のこのね、愛する会の研修会なんだけどね、で、ここになんか祝電が来てるんですよ、祝電が。で、この祝電の筆頭にあるのが、文部科学大臣、衆議院議員、長岡恵子様って思いっきし書いてある。で、他にも、さっき名前が挙がった、県議会議員の名前がね、出てて、で、さらに、つくば市長だとか、まあ、その他ね、いろんな団体のトップだったり、教育長だったり、まあ、いろんな自治体の市長、もういろんな人の名前がね、あの、自治体の幹部の名前が、こうやって書き連ねてあるわけです。これ見たらね、あの、ビビりますよ。あの、普通の団体とか、企業とか団体とかね。これもう対抗策ないでしょ。エセ童話ね、対抗策って言われても。まあ、こんな状態なんですよ。実はね、その、補助金のね、用途についても、情報公開請求してみたんです。とりあえずね、つくば市、下妻市、石岡市に対して情報公開請求してみたんですけども、まあ結構ね、僕はいい加減だと思いましたね。まあでもこれは愛する会だけじゃないです。まあ人権連にも出てるし、全国連にも出てるし、童話会にも出てるんだよね。で、それで、まあそこは自治体だったり、まあ団体によって違うんだけども、やっぱりね、その、なんか上納金みたいなのがあるんですよね。例えばその、どこそこの支部に出てる補助金が、それが県連にね、上納されたりするんですよ。あとは、その研修会なんかで資料代として支出されたりとかですね。まあそこに、まあ一部あるいは全部補助金で、まあつまり税金から充当されてるんです。じゃあその、例えば資料代だとか、その、負担金っていう形で上納されてるお金、それ、じゃあその先の使い道どうかって言ったらこれわかんないですからね。まあそれは、
もう独自収入っていう形で、もうその先はもう完全にブラックボックスになってるんじゃないですかね。だから、もう事実上、この同和団体の運動、活動費用を、自治体が出してる状態です。で、その内訳見ると、その会費よりも、その税金の方が圧倒的に多いですから。もう目に見える部分だけ見てもね。で、そこに、じゃあ、その会費とかね、その独自収入の原資はどこなんだって言ったら、じゃあそれもですね、それも税金なんじゃないですか？そうやって職員なんかがね、集会なんかに出て払った資料代とかそういうんじゃないですかっていうことで、まあ実質的に茨城県下の自治体の、お金、まあ税金、公金で、運営されてるんですよ、同和団体が。まあ、こんな実態なんてね、ほとんど知られてないと思います。で、なおかつね、まあ、このチャンネル見てる人なら知ってると思うけども、まあ、例えば人権連だったら、これ共産党系ですよね。全国連っていうのはもう審査翼系。で、さらに全日本同和会。全日本同和会は、まあ、元は自民党が作った団体なんだけども、自民党の人たちは自由同和会っていう形で分裂しちゃったんで、全日本同和会本体は、まあ、自民党系というわけじゃない。まあ、なんだかんだで自民党の議員のつながりはあったりするけども、一応は保守系の、まあ、団体っていう形になってるんですよね。で、部落会、保護愛する会、これ、茨城県に関しては、これ見る限り完全にこれ自民党系の団体ですね。ブラックアイフを愛する会。だってこんな街宣車出してね。で、さらには政府の改革団体というか天下り団体に、こう、エセドアまがいの格好で行ってきて圧力かけて、で、さらには法務局に街宣車回すような団体が自民党で系ですよ。で、バックにあれですよ。ね、長岡恵子ですよ。衆議院議員ですよ。やばくないですか？僕ね、この自民党系の同和団体、まあ自由同和会もそうなんだけども、僕ね、解放同盟以上にタブーだと思いますよ。うん、まあ全国連も相当タブーなんだけども、もう解放同盟以上にタブーだと思います。で、というのもやっぱりね、マスメディアはね、これは取り上げにくいと思います。取り上げにくい理由っていうのを僕いくつか考えてみるんだけども、やっぱりなんだかんだ、あって自民党は強いということというのと、あとはそのやっぱりこのブラック解放運動っていうのはどっちかっていうと左翼系リベラル系っていうそういうイメージがあるんですよ。まあそうでなければならないみたいなイメージがあるんですよ、ステレオタイプとして。ところがですよ、実態を見ると自民党がバックについてて、でこう公金巻き上げてて、こうちょっとこう反社みたいなこともやってると、こんなことが解放運動としてあっていいのかっていうことなんです。それをメディアが取り上げちゃうと、まあ、いわゆるその解放運動というもののイメージが壊れてしまってね、部落の人たちが、差別される部落の人たちが、こう、なんかね、誹謗中傷を受ける差別が広がるとか思ってるんじゃないですか。ちゅうか、こういうことやってるやつがダメなんですよ、それはね。それは事実は事実として伝えなきゃダメでしょ。長岡恵子が悪いんですよ。別に部落の人間悪くないですよ。だから、その、やっぱ部落の人間を人質にして、こういう悪どいことをやってるということ、ということは、そういう要素は存分ある。その、ほんとね、おぞましいことってね、誰も言えないんですよ。うん、怖くて。というね、その茨城の実態を見てしまいましたね。まあでも、ちょっと茨城県民の方には悪いけど、まあある意味茨城のイメージかなっていう気もしないでもないわけですよ。じゃあ、まあそのね、皆さん、その部落とか童話っていうと関西のイメージがあるんだけども、まあがっつり関東でもこういうことがあるんですよね。タブーになってほとんど報じられないっていうだけのことで、こういうこともがっつりあるっていうことなんです、事実として。ということをね、知っていただきたいので、ぜひね、この、下の概要欄で記事見てください。で、エセドアセミナーのね、リンクも貼っときますんで、まあ、この事実を知ってから、そういうセミナーに参加していただくと、大変味わい深いと思います。ということでね、今日のね、記事についての解説でした。